はい、やってきました。群馬県は野反湖です。今年もここで県探対の年次総会が開かれます。まあ、いわゆるね、この県探対サミットっていうのはね、県探対各方面のプレジデントが一堂に会して親睦を深めるというね、そういう稀有な大会であります。今回の県探対野反湖サミットの議題は激うまカレーを作るです。カレー作りのポイントは3つあります。まずは1つ目。カレー作りの下準備として、このカレー粉、持ってきたカレー粉をですね、中にこれをそういうね、ことか。バーベキューの肉を入れる、そういうことか。分かったような口を聞くんじゃない。こうまだ分かんないんだからね、みんな。種は分かんないけど、なんとなく。こうして、では明日のカレーのためにこれを焼きます。カレーをまぶした肉ね、肉を焼いて明日のカレーに使います。で、玉ねぎもね、こう焼いといてですね、このバーベキューカレーの合の間に、そうそう、バーベキューの合間にこう焼いてですね、それを明日のカレーに使います。まあ、ゆっくりペースでいいんだ、ゆっくり。ニンニクもカレー用に焼いてね、まあ、とこのようにね、こうバーベキューの合間に肉とかね、野菜とかをね、こうカレー粉をまぶして焼いてですね、この鍋の中にストックしておきます。これが美味しいカレーを作るポイントその1です。そして2つ目です。それで具を煮込むときにはですね、まずこのカレー粉を除いたスパイスね、今回はガラムマサラと、あと和風だしとかも入ってます。こういう混合したなんかこう調味料とかスパイスを入れて、缶コーヒー、これは砂糖の入った缶コーヒーがいいですね。それとフルーツ、これはまあ缶詰でも生でもいいんですけど、とにかくフルーツを入れると。このね、3種類のものを加えて具を煮込むのが2つ目のポイントです。3つ目はこれです。それと具が煮えた時に使うこのカレールーね、これは必ず2種類以上のものを混合して使うというのがポイントですね。今回は3種類のカレールーを混合して使ってます。お、具が沸騰しました。沸騰したらこのままね、少し煮込みます。具がだいぶ煮立って柔らかくなってきたので、ルーを入れます。はい、ルーを入れたら、まあ、よくかき回して、とろみがね、こう出てきたら出来上がりです。はい、激うまカレーができましたね。じゃあこの激うまカレー食いましょうね。おお、なんかいい感じですね。うまそうでしょな。辛さ調整はこれです。この男のスパイス酢ね、激ホットモンドリセレクション金賞というね、このね、激辛スパイスを刻んで辛さ調整をします。これはね、ハバネロ君ですからね。ハバネロ君、はい、ハバネロを細かく刻んでます。これはね、もう鍋に入れて煮込むと大変なことになりますから、辛いのがいい人だけカレーに混ぜて食べると。はい、食べましょう。これに激辛。はい、辛いのがいい人はこのね、男のスパイス酢を、うわー、そんなに入れるか。味見もしないと。これ入れました、ハバネロです。ね、辛いのがいい人はこれ入れてください。おいしい。どうですか、おいしいですか。おいしいです。はい、それで今回のカレーはどんな感じかね。よいしょ。うまい。おいしい。どうですか。おお、おいしい。おいしい。コよクかっが、た。コクがあります。おいしいですか。うまいですね。あ、みんなね、私が強制的にね、うまいと言えみたいな感じでね、事前にお願いしといたみたいな感じだけどね。でも本当においしいよね、これね。激うまカレー、大成功な巻です。よかった。ね、おいしいって言ってもらって。